道を開けろ。長が敵に。喋るな。傷が深い。先に陣に戻れ。先ほどは失礼した。義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ねか。拙者は高孫さん殿の兵を預かる趙雲、あざ名は紫龍と申す。この唐山は黄巾どもに占拠された。腕に覚えはあるようだが、一人では心もとなかろう。城を探りに出た戦友が戻らぬのだ。救出の任を買って出たのが行方がつかめぬ。見よ、飢えて抗う力さえなかった。黄巾の隙にさせておってはこの国全体が焦土となってしまう。
誰だ、味方か。まだ逃げてない奴がいたとは。ここは終わりよ。国に助けを求めても援軍など来る気配もない。公金どもに一心報いたかったが、わしもここまでのよう。じゃあで、敵の士気も大いに揺らごうぞ。用心して進まれよ。無理は禁物。時には引くことも策だな。
ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、笑顔を起こし戦場に散った。守るべきもののため拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く創始たらん。たとえ百万の軍勢を押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。行こう。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。混じっておるとは、この先ますます厳しくなるだろう。引き締めてまいるぞ。おや、初めて見る顔だね。どっから来たんだい。ま、いいや。血も涙もないこのご時世、獲物の良し悪しが生死を分ける。違うかい。おっと失礼、あたいはシュカ、旅の鍛冶師でね。一流目指して腕に磨きをかけてるって寸法さ。あたいの仕事を見ていきなって、損はさせないよ。廃れた管理の居所、今や黄金の根城から始まりか。まるで街にそのものか。
もうすうす感じておるだろう。勉強は近いはず。備えは怠るなよ。
どん。ここが形状と知ってのことか。天中宗の女ともども餌食となるがいい。さあ早く安全な場所へ。我らの意になるやもしれぬ。太平にまた一歩近づけたか。助かった。ありがとう。命拾いしたな。しかし礼を言うならこっちにだ。私の名は高尚。合金のことを調べているの。その玉。拙者は一度戻らねばならん。合金の本拠高層の砦に向かうといい。貴公のような猛者が加われば官軍も勢いづこう。私も連れて行ってくれない？